はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。今回からですね、ウォーサンダープレイをしていきたいと思います。といっても、全然知らなかったんですけど、戦車と飛行機の世界大戦中のシューティングゲームなんですかね。ちょっと視聴者の方からね、教えていただいて、興味を持って見てみたら面白そうだったので始めたっていうところなので、全然初心者で申し訳ないんですけど、今回はね、ちょっとどんなもんかっていうのと、あといろいろ皆さんからアドバイスいただきたいなっていうね、お願いも込めて、ちょっとプレイの方やっていきたいと思ってます。で、今乗ってるのは97式の戦闘機になってますね。ここは、ちょっとあれだな、敵の艦隊の近くなんで、ここで戦闘すると不利なんで、ちょっと場所を変えましょう。こんな感じでね、かなり綺麗なんですけど、これで無料で、アイテム課金系のゲームになっているんで、基本プレイ料は無料ですね。遊べるっていうのはね、かなりいいんじゃないかなと思います。もし興味ある方いればね、ちょっと僕と一緒に初心者活動をしましょうっていうところなんですけど、97式の戦闘機からね、開発していくのがやっぱりお金をかければすぐにできるよっていうね、ところなのかなっていう感じがしますね。ちょっと今後ろに張り付かれてるな。ちょっとこれを一旦。巻きましょう。今ね、戦場はグアムだったかな、確か。97式の戦闘機。あ、そうか、味方の艦隊の近くで戦う方がダメージを受けなくて済むのは僕みたいな初心者だよね。錦の複雑式戦闘機。赤が敵、青が味方ですね。まあこの辺りはね、直感的に分かりやすい色の配置になってると思います。味方の艦隊の上をちょっとね、スーッと通り抜けてからのっていうね、こういう遊びをしているだけで本当に申し訳ないんですけど、一応なんか始めたばかりでよく分かってないんですけど、シナリオみたいなものを用意されてるのかな。今これはね、出撃するって、ホーム画面から出撃するってやっただけの状態なので、まあいわゆるオンライン状態なのかなと思うんですけど、もうね、ちょっとそのシナリオというかキャンペーンというか、そういうののやり方とかもね、全然わからないんですよね。一応プレイ方法というよりかは操作方法に関してはチュートリアルみたいなものが用意されていて、それをね、一通りプレイしたんで、まあ最低限の操作はできているんですけど、多分ね、テクニック的なものがあると思うんですよね、こういうのって。そういうものはね、全くわからないですね。おっと、で、空中でぶつかるともちろん撃墜されたというか、そういう状態になります。旋回性能がいいね。敵の話ですね、今言ったの。
おっと、危ないね。調子に乗りすぎて、低高度でやりすぎると、墜落しちゃいますからね。おっと、ぶつかった。大丈夫かな。火吹いてるな。でも一応鎮火してくれば、そもそも鎮火的なものがあるのかっていう話だけど、これで撃墜されちゃいましたね。っていうのがね、一連のプレイになってるみたいです。で、そのさっきちょっとお話したように、キャンペーンモード的なものがね、ちょっとよくわからないんで、キャンペーンモードみたいなものをちょっとやっていきたいなとは思うんですけど、そのやり方がちょっとね、いまいち分かっていないんで、そのあたり勉強しながらやっていきたいなというふうには思っています。というわけで、まあちょっと始めましたよっていうね、ところなので、次回以降は、まあ、できればそのキャンペーンモードみたいなものをねやっていきたいなと思いますので、ぜひぜひお時間ある方、一緒に覗いていただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで、ちょっとね、簡単な紹介までというところで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。